超静粛性超音速実験機がアメリカ、テキサス州で飛行試験を行う情報をキャッチしました。今回はこの超静粛性超音速実験機 X-59 を詳しく見ていきます。 X-59 実験機にもし気づいて上を見てもそこには何も見えないという素晴らしい超音速機なんです。超静粛性がまた響きがいいですよね。海上自衛隊の潜水艦を思い出します。こんな開発が中国にはできないんですよね。アメリカ航空宇宙局 NASA が主体となって開発を進めているロッキード・マーティン X-59 クエスト・クワイエット・スーパーソニック・テクノロジーが最終組み立てを担当していたロッキード・マーティン先進開発計画部門、通称スカンクワークスがあるカリフォルニア州の同社施設からテキサス州のフォトワースにある同社の主力工場へ輸送されるために保護材で巻かれた機体の写真が公開された。X-59 クエストの機体は全長 28.7m、全幅 9m、重量 14,700kg で、マッハ 1.5 の最高速度を発揮して、巡航速度はマッハ 1.42 であるとされ、その機体形状は、くちばしの長い鳥のようであり、この際の機首に取り付ける長い棒状のパーツは、クワイエットスパイクと呼ばれている。X-59 クエストは2022年に初飛行が予定されているが、今回の輸送はフォトワースのロッキード・マーティンの施設で地上試験を行うためとされていて、様々な飛行条件下で想定される機体にかかる荷重への耐久性を検証、評価するためである。この試験と並行して、ロッキード・マーティンのスカンクワークスでは、燃焼システムの調整、修正、試験を実施することになっていて、X-59、クエストの地上試験終了後は、再び、カリフォルニアの同社施設に、機体を戻して、2022年下半期に予定されている初飛行に臨むとされている。これまでの超音速機においては、飛行中に音速を超える際に生じる衝撃波からの、大きな衝撃音、ソニックブームが問題となっており、民間機では飛行空域が限られてしまうために思うような航路を飛行できなかった。かつて、イギリスとフランスが共同開発した超音速民間旅客機、コンコルドは、燃費が悪いことによる高額な料金が敵となって、収益性が悪化したほか、墜落事故などが原因となって姿を消したのであるが、このソニックブームによって飛行路が制限されてしまうこともコンコルドの評価を落とした一因であったと言われている。ソニックブームは超音速で飛行する飛行体がその地点の上空を通過した際に発生し不連続な爆発音が聞こえるとされ、最初の爆発音は飛行体の前方発生する衝撃波がその音源である。また二つ目に聞こえる爆発音は、飛行体の後方で生じる衝撃波によるものとされ、飛行体の大きさや質量で聞こえ方は異なる。ちなみに、スペースシャトルが宇宙から帰還した際には、その速度が音速超えているため、ソニックブームが2回はっきり聞こえ、その際の波形が N 型になるため、N ウェーブと呼ばれる。また、1960年代には、超高高度を飛行すれば、衝撃波が減衰して、地表では、ソニックブームの発生はないとされていたのであるが、アメリカで、ノースアメリカン XB-70 が、約2万 1000m の高高度を飛行した際、地上では、大きなソニックブームが観測され、予想と違いソニックブームが減衰することが、ほとんどないことが確認され、この実験結果が、超音速旅客機や超音速輸送機の実用化を妨げる要因となってしまったのであった。なお、コンコルドは、洋上の、高々土でのみ、超音速飛行が許されていると戦術したが、やはり、
大西洋上空を飛行中のコンコルドが発したソニックブームが、洋上を航海しているクルーズ客船上に響いたことが報告されている。また、2013年にロシア連邦で隕石の落下による災害が発生したことがあったが、この時の被害は隕石の通過と爆発で発生したソニックブームが建物のガラスを破壊するなどの災害の原因となったのであるが、この時の隕石の爆発は地上15000mから25000mとの高高度で発生したとされていて、この事実もまた高高度から地上に音が到達する音があまり減衰しないことを証明している。これまでこのような現象は原因不明とされることが多々あった。それは地上にいてソニックブームが聞こえてから空を見上げても、それが聞こえた方向には発生源であるジェット戦闘機などの飛行隊がすでにいないからである。ソニックブームを発生させるジェット戦闘機は超音速で飛んでいるため、ソニックブームが地上に到達する頃にはもうジェット戦闘機が発生場所からかなり遠くに離れているために、地上の人間はジェット戦闘機に気づかずにソニックブームだけを耳にすることになって、轟音だけが聞こえたとして原因不明の轟音とされてしまうのである。 NASA では民間への超音速機普及を目指して低ソニックブームの静粛超音速機の開発を企画して、2018年に実験機 X-59QS と3年後の2021年に初飛行させるとの開発スケジュールを発表していた。NASA の計画では、2022年に初飛行試験を実施して、2023年には、アームストロング飛行研究センターの主導によって、X-59QS との安全運用に関するチェックを実施した上で、2024年には、X-59QS と、アメリカ本土の複数の地点において、実際に超音速で飛行させて、その地域の住民に対して、ソニックブームの程度などについてのアンケートを実施するとしている。一方、日本においても、超音速機におけるソニックブーム低減の研究として、低ソニックブーム設計概念実証プロジェクト、DSEND プロジェクト、日本の宇宙航空研究開発機構、JAXA が進めており、2021年10月に NASA とボーイングとの間で X-59QS との設計を検証する共同研究契約を締結したことを発表している。この共同研究は X-59QS と実験機を NASA や JAXA の風洞実験設備において風洞試験模型を実施して、ソニックブームに関するデータを収集して相互に検証するとされていて、さらに、JAXA とボーイングによって、機体における空気の流れについて、数値流体解析などを行って、風洞実験との比較検証が実施される予定である。この先、NASA では、実際に飛行させ、地上で実証実験を積み重ねることによって、データ収集を行い、X-59QS と、において、超音速飛行時のニックブームが低減されていることが、証明されたなら、実機台の実験機を製作した上で、さらなるデータ収集を行い、アメリカ連邦宇宙局 FAA 及び国際民間航空機関 ICAO にそれらのデータを提出するとしている。 ICAO では現在、陸地における超音速飛行を実現するために、ソニックブームの国際基準の策定を進めており、超音速飛行にまつわる規則を変更させるとしていて、X-59QS とによって思う通りの結果を得ることができれば、現在開発が進められている超音速機が海上だけでなく、陸上でも飛行が可能となり、航空会社が運航しやすくなると見られている。近い将来に、世界の空に再び超音速旅客機が飛行するようになれば、現在日本から
飛行機で12時間以上かかっている欧米の各都市に、その半分以下の時間で到着することができるようになるのであるが、その日の訪れは、思うよりも近いかもしれない。